本とか、うん、あとはいつも常に、うん、まあいつもと常には同じですけど、まあネタ認知してるわけ。今もう一人の博士が、ね、常に違うよって。そうそう、博士いつもそうですよね。そうなんです。混んでる。そうなんです。もう一人の。言ったら三人ぐらいいますから。その瞬間、まあ、あと3分ぐらいで終わりようと思ってるしね。あと6分か。そうだ、カセがさっき言ったみたいに、はい、円グラフのイメージってすごいなんかやりやすいと思う。そうね、イメージしやすい。このこうどれぐらい、ちなみに恋愛マトリックスもそれ書いてるよね。あ、そうなんだ、あの A のだから読まなくてもいいんですけど、まあまあとにかく何の話かなんだっけ。そう、メタ認知、そうそう、で恋愛においては重要で、うん、その僕の方はメタ認知知識ですよ。あ、メタ認知活動っていうのがあって、じゃあ彼から見た、連絡をどう解釈するかっていうのは4つ可能性がありますよみたいな、うん、ある可能性が、その4つを全部消さないんですよ、うん、でも多くの人は1個に固めちゃうんですよ。いや、もうそこだ、ね、でそうするとその原因を探しちゃう。そうするともう認知が歪んでどうしようもなくなっちゃう、うん、そう、それで破壊行動だ、破壊行動。そう、でもあれですよね、恋愛ユニバーシティのほとんどの質問って、はい、その4つの可能性のうちどれですかっていう質問多くないですか。あ、その通りです ね。だから分かんないまま駆け引きとか進んでいくんですよ。あ、辛い。でもそれが事実というか。そうですよ、ね、でそこでよく言うのが、何かアクションすれば彼のリアクションで可能性が、どの円グラフのその中のどの可能性が高くて低いかがだんだん見えてくるんですよ、うん、あ、どんどん正確になってくる。そう、どんどん正確になってくる。でもその中で、じゃあそう、分からない時にどういう駆け引きをするかっていうと、失敗をしない駆け引きですよ。ちょっと感情についてもまた聞いて、はい、円グラフができてる時って、そのでも感情ありますよね。このここであってほしいみたいな、こうであってほしい、例えば浮気をしていないでほしい、うん、そう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 、仕事が忙しいだけでいてほしい、いてほしい、はい。でもその感情があるからとか言って、その認知ができていないとはまた別の話ですよね。感情あるかといって認知ができていないとは別の話ですね。どういうこと？なんかさっき、その俯瞰してみるとそんな感情はないみたいな。感情はさっきみたいに、3% が 100% になってないからね、うん、死んでると思ってないからね、うん、そうですよね。ただ多分彼はただ夜遊んでるだけだと、だみんなと飲んでるだけだ、 85% みたいな、うん、はい。それで、でそれが認知できるでも感情は生まれますよね。生まれるね。もしかしたら 3% 死んでることもあるだろうと、うん、でも 3% だったらそんなに動かない。そうか、はい、うん、それが 3% とちゃんと思えていれば、そこですよ ね。その例えば4種類の種類がある中で、うん、適切なパーセンテージの配分って恋愛においては自分ではなかなか難しいですね。いや、そんなことない。へ、メタ認知知識をため込み、なんかこう、お前これ読んだんだよねっていう質問ですよね。すいません。あとその正しい、アクションがあるじゃん。例えば、3ヶ月連絡をしないとか、うん、あるいは彼に優しくとにかく接してみるみたいな、うん、そういうアクションを取ったらもうそれやることが決まっているので、うん、なんていうかな、やるべきことやって結果は天に任せるみたいな心の状態に持ってきやすい。わかりますかね。わかります。結構その博士が3ヶ月そのじゃあ連絡を取らないでいましょうって言ってるのに途中でやめてるっていう、はいはい、多いですね。多いです。だからもしその3ヶ月やってたらまた違ういい結果だったかもしれないのにっていうのが結構あるから。ただ確かに、でも感情のコントロールは凄まじく難しい。人によってはとても難しい。でも認知の歪みで感情が生まれてるわけじゃない。そうね、ですよね、うん、っていうことはそこの認知を訓練して客観的な強いスキームを持ってるよね。そうそう、そこまでちょやったんですよ、スキームの見つけ方もとか言って、うん、そこまでいければちょっと異論いいですか。はい。でも分かっててもできないって言うじゃないですか。ある。だからやっぱ認知は歪んでないってことありますよね。ああ、例えば付き合う前に体の関係は持っちゃいけない、うん、分かってる、うん、けど、うん、しちゃう人とかいるじゃないですか。だからじゃあ人ダメってことは分かってるみたいな、し人にも言える、うん、けど流されちゃったとかさ、あのなんか望みをかけてしまったとか、それはあれじゃないですか、うん、強い
衝動を分かってても、うん、そっかそっか認知っていうか、 なんか行動が歪んでんじゃないですか、それは、うん、なんだろう、だからこの話変わってきちゃうもんね、うんうんうん、まあ、そういうこともあるって感じ。いや僕は思ったのは、それは習慣の力っていう本に書いてあるんですが、あと行動のほとんどは習慣、つまり無意識がやってると、習慣化されたものがやっていると。で、体の関係を持つに関して言うと、過去に体の関係を持ってうまくいったりとか手に入ったりとか、あるいは愛されると実感したことがあったんですよね。あ、成功体験があった、それは報酬ですね。でその報酬があると信じてるんですよ、それはもう認知かも。で、体の関係を持っちゃいけないと思ってるんだけど、でも実際には体の関係を持つことで彼に愛されるとかっていうのも信じてるんでしょうね。でその衝動、その過去の何だろう、例えば食べ物で言うなら、あれ食べたらやっぱり美味しいみたいなのが強く残ってるんでしょうね。でそれがパブロフの犬のように強く働いてなっちゃう。だから認知がやっぱり歪んでるんだ。認知、じゃあ連絡しちゃいけないって言ってるのに半年連絡しちゃうのも、うん、連絡したら彼からリターンが来たことがあるからしちゃうとか、そういう認知、うん、そういうことですね。だからさっき最初の方で丸さんがおっしゃっていた、上書きはできるけど消せないっていう、ね、ああ、ちょっとなんか繋がってます。だからそうそう、だから それは強い報酬があるんでしょうね。認知があった上なんですね、全部。連絡したら彼から声かけたりしちゃいますからね。それは報酬ですよね。ああ、それもあるね。報酬、あ、連絡来るもんね。連絡来るかもしれないです。取れる。あれなんだろう、あるいはなんだろう、目的とか変えちゃう人もいるよね。彼と友達になれればいいみたいな、急に復縁が目的だったもんね。違う目的だったもんね、うん、あるいはなんか安否だけでも確認したいみたいな多いですよ ねなんか、あと、うん、自分の場合はひょっとしたら電話した方がいいのかも。あ、そういうのはね、うん、それはもう本当にこの認知が歪んでるよね。完全にもダメですよね。彼は外国人だから特別かもとかね。そうそう、いやでも多いですよ、うん、なんかその質問に対してっていうか悩みに対してこうしましょうっていう、まあ王道な答えだと、うん、でもこうなんですっていう、そうね、ありますよね。あれがまさに認知の可能性もあるわけ。だから その感情が自分に合った認知を求めていろんな先生に電話したりするよね。連絡した方がいいよって先生に言う。結論ありきですね。そうなると占いで後押しされるまで占い続ける。そう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 。大変だ。なんかそんなに大吉が出るまでくじを引くみたいな。私大吉だみたいな。まあいいや。はい。すいません、なんかこれ、全部で。いやもう、はい、あと九時になっちゃったの。はい。そうですね。なんかショートあります？これいい本ですね、やっぱり。すごく、で、分かりやすいね。しみじみ思ったのは、やっぱり書き出すって重要かなっていうふうに思いました。それここに書いてあったってこと？ここにも。丸の方法じゃなくて。あ、違いますね。それ重要だからね。違う。トリプルカラム法って言うんですけれども。トリプルカラム法、3つのカラムを作るのね、はい。そうですね。だこういう出来事があって、例えばこういうふうに考えてしまったとかいうところで、推論の誤りがあって新たな感情とか思考をやりましょうとか、まあ、まあとりあえず書いて、うん、気づいて、うん、っていうことを繰り返していくっていうんですかね。でもそれ僕すごい得意なんだけど、そういうなんか円グラフにしたりとかね、頭の中で、うん、そうすると独特の何だろうな、病的な頭の構造になっちゃいそうな気がするんだよね。僕はそうなんだけど、ちょっと何人かで変えるっぽいですよね。かえって不健康みたいな、うん、そんなに世の中、円グラフにする必要あるんだ。あこの人今笑ってるけどなんか、笑ってない可能性もあるみたいな、まあ、すぐ円グラフにするのはお前みたいな同時に何種類か思考してるっていうそのまま受け取れないというか、そのまま受け取れないですよ。常にいろんな人の言葉を円グラフにしてるっていうね。めちゃめちゃ大丈夫です。いろんな可能性考えてしまう。バカの方が確かに楽ですもん。楽。バカと話じゃないけど、メタ認知するのを対外にしろみたいな。お店の人が、あ、じゃ あ今日はありがとうございましたとか言った時に、うん、もう二度と来るなら 3% あるんだ。そんな円グラフにする必要ありますみたいな。お前はメタメタ認知ですね。そうそう、両方的でね。すごい、それも認知してますね。そう。
メタ認知の逆のこと、反対語って多分あります、ね、あ多分それは何だろう、メタ主観、主観だね、主観って言ってもいいのかな、何だろう、あると考えないんだ、ね、いや、あの認知があるんですよ、まず、はい、認知っていうのは、うん、今この中に閉じ込められて今見てるまま困ったとか楽しいとか、うん、こういうことが起きた辛いとかそういうことですよ、はい、に対してのメタ認知なんですよ、だから反対は認知かな、うん、自分がまんま感じるみたいな、見たままそのままその世界をそのまま認知してるに対してそれをもう一個上が認知してるのがメタ認知なんで、わかりました、うん、でも身につけたいな、メタ認知、そうね、ほどほどに身につけるのがいいかもしれない、うん、じゃあ終わりますか、はい、どうもありがとうございました、お疲れ様でした、いや、すごい素晴らしいよ、はい、じゃあ、あの、マルさんあれいいですけど、はい、止めます、押してもらいます、はい、ゼミ生、あ、そうそう、ゼミ生ね、20代の、はい。